フレーバージャパン。はい、フレーバージャパン TV。シューマンです。そして、はい、リアルアキバボーイズファンデーションのドラゴンです。来たでーす。よろしくお願いします。はい、今回は第一生命 D リーグの第5戦解説動画を始めたいと思っております。はい、毎回この白熱した D リーグの解説なんですけど、今回はなんとスペシャルゲストドラゴンを招いております。はい、よろしくお願いします。お願いします。もうね、このドラゴンは我らファウンドネーションプラス、まあ、RAB でもいろんな構成だったり演出を作ってる第一人者でございますので、今回のこの我ら、うん、8ロックスのパフォーマンスを見て、もうですね、はい、思ったことを言ってください。おー、いいですか？もう僕も思ったことたくさんあるんで、今回に関しては、はい、もう行っちゃいましょうよ。うん、お、いいですか？ちなみにあの過去は結構見られてます。もちろんもちろん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、すごいパフォーマンスですよ、もう本当に。いや、本当に、ね、あのブレイクダンサーの枠を超えて、はい、めちゃくちゃみんな頑張ってるんで。本当に、うん、そう。今回ちなみにそのまあ見てわかるように、うんうんうん、かなり枠超えてます。お、本当ですか？面白いですよ。じゃあちょっといろいろと、はい、ぜひ皆さんも一緒に見て、うん、解説と一緒にどんどん楽しんでいきましょうよ。うん、今回ちょっとね、オープニングから見ていただきたいんですけど、毎回この一斉の提案で黒いマントを着ているところを、うん、あ、ネタバレをしないようにやってる。もう今回バレバレです。あれ、あえて？もうあえて見て見てください。はいはいはい、もう見てわかるように。ネタバレが最初からって結構ね、いろいろバレちゃいますけどね。しかもあれ、お、出てきましたね。これはあれ、ちょっとピエロみたいな格好してる、ね、これははい、文字通りピエロなんですけど、あのファウンドネーションの、うん、あの子です。俺ね、あのまあちょっとね、もう最初に見させていただいたんですけど、はい、実際に生の時にね、はい、分かんなくて誰か本当に最初マジで、え、こんなメンバーいたっけってなって、はい、でちょっと動きとかを見てったら、はい、あ、哲也ってなって。そうなんですよ。そのマテッちゃんって、はい、ファウンドネーションの、ね、一番、まあ、新しいメンバーの一人でもあるんですけど、そうですね、こういうなんか、なんていうの、アクターというか、うん、こういうパフォーマンスってできるタイプじゃなかったんですよ。いや、驚きました、まあ、僕らも。で、もうだって、はい、フレーバージャパン見てる方たちは多分分かると思うんですけど、ちょっとどっちかというと引っ込みじゃんな、あんまり喋んないじゃないですか。こんなキャラじゃないですか。そう、ないんですよ。だから俺最初本当に分かんなくて、そういう意味でもね、ちょっとこのからのパフォーマンス期待したいと思いますけど、知ってる人からしたら一発目から食らいますよね。いやね、もう今の瞬間だけでね、楽しみですけどね。さあ、このみんな緊張のカウントダウンから今回も始まっていきます。いやー、これね、はい、10秒前からカウントということで、さあ、どんなパフォーマンスになるか見ていきましょう。よ、うん、来ましたよ、エイトロックス。はい、さあ、お、もうこれ目先頭にはツーブーが、はい、おっと、ね、ピエロ、てっちゃんが遅れた、てっちゃんが登場しましたね。登場してね、はい、おっ、ここからいきなり入っていくということで、うん、フリーが入って、もうここからもう面白いですね。もう怒涛の展開ですよね、はい、右も左もということで、はい、これはもうみんなのダンスが始まっての、はい、今回見て分かるように、うん、本当にもうブレイクダンスに特化してない振り付けと、いや本当に楽しさあふれるパフォーマンスだったんです。アクロバットも、はい、これに関してはですね、もう勇気のこのも力技、うん、そしてこのフルタイミングソン、はいはいはい、すごく音に合ってていい感じですよね。はい、でちょっと一回ストップしていいですか。逆でストップお願いいたします。なんかやっぱみんなもなんか この金髪は誰なんですか。これは我らがディレクター一世でございます。一世なんですね、これね、はい、だからこれも最初分かんなくてえ、一世なんて思って、ほんとなんかいつもだともうだいぶねラウンド5まで行くから、そうです、ね、ちょっとメンバーが分かるじゃないですか、誰が誰が、うんうん、あ、ゆうきだとか、はい、あのリョウスピンだとか分かるんですけど、そうですね、うん、結構メンバーが分かんないぐらいそのメイクだったり衣装こだわってるなっていうところがすごいあったんでね。まあちょっと最初から整理しますと、うん、今回はまあサーカスというそのテーマがね、テーマで踊っていて、最初多分団長の通宮から始まって、うん、まあ、遅れた鉄っていうイメージからスタートしているので、うん、それも踏まえてどんなキャラクターを誰が演じてるか、そうですね、これぜひちょっとドラゴンも見ていただいていいですか。確かに見ていきたいと思うんですけど、はい、あと最初にやったトップロックも、ね、はい、振り返るとなんかあのトップロックって結構わ、ね、分かりやすいステップが多いんですけど、そうですね、手を振ったりとかの、うん、なんていうのかな、トップロックのステップなんだけどそう見えないようなこう演出が入ってるというか、そうですね、なんかすごい見ててね、なんかハッスルするというか、なんか元気になるようなね。そうですね、本人たちも多分そのサーカスのパフォーマンスとブレイクダンスどう融合するかはすごく頑張ったので、うん、本当にイージーステップ、そのツイストっていう動きを本当にこう見せやすいようにサーカスっぽく表現してます。いや、すごいいいですね。そういうのが散りばめられてる今回作品なので、うん、なってましたね。もうどんどんちょっと見ていきましょうか。はい、ちょっといきましょうか。はい、はいはい、そしてね、この動きからの、そうですね、まあ、このフローはすごいですね、はい、綺麗ですね。そして入ってきました。ちょっとこの次のミスがありつつ、うん、あ、前に進む、ね、全然わかんない。いや、これ本当にリカバーうまかったです。はい、はい、顔にもね出さずにというところ で、このやっぱりこう2人組のこの
動きに関しては、はい、綺麗ですね、ちょっとのズレもなく素晴らしいです、ね、そうですね、はい、しっかり持ち上げてという感じ で、こうちょっと注目していただけたら、こうくるっと回るところで、これすごいね、これ軸がね、ちょっとストップしていただいていいですか、はい、はい、これなんかあの時計の針のようにね、フットワークをしながらブレなくこうね動かしていきながら、ね、なおかつあのタオルでね、はい、こうよくあのこう回すのって結構ファウンドのねメンバーも得意だったりするんですけど、そうですね、なんか新しいねパワームーブ動きですよ ね入ってきてましたけど、一応時計のやつはあの CC ってフロアのフットワークの足を上げる動きで、時計回りしてるこの一世曰く CC カーニバルという、うん、名前がついてる名前らしいんですよ。お CC カーニバル、本当に本人たちは楽しんで練習してるのが本当に見受けられる作品になっていて、うんうんうん、CC カーニバルから登場したタオルを使って登場がライオンの一世なんですよね。すごいいいですね。でなんかあのよく前一世もね言ってましたけど、このリーグのメン、はい、あのね、ロゴが入ってるじゃないですか、地面の方、ね、そうですね、はい、あれが本当になんか数字化のように時計に見えるぐらい綺麗にこうね、なんか時計というかそういうのを見識してみたいなあった、なんかその辺のジャッジよりちゃんと見てますね。いやすごくいいですね、それはなんでやねん、それもちゃんと意識してますよ、構成は。ここの、 あの、うん、ブレなくやるのって結構むずいんですよ、フットワークをしながらこうね、うん、フォーメーションを維持しながらフットワークするのって、ぜひこの後タオルをどう使うかをちょっとチェックしてください。はい、続きお願いします。いやめっちゃいいですね、これはもうファンデーションのおなじみなんですけども、おなじみですね、これね、この衣装でやるっていうのがまた新鮮です。いやすごい決めですね、いいですね、はい、でこれは上はこれタイチなんですけど、どういう風な動物をイメージしてるか分かりますか。これは動物を意識してるんですか。動物というか爬虫類かな、そう、ヘビというか、そうですね、ヘビを意識してるんですか。スネークタイチです、スネーク系なんですね。でこれで2段階右折、はい、そう、2段階右折がありました。あ、いいですね、はい、じゃあ一回ストップお願いします。ダブルダッチ。ここで今回エイトロックス違うでしょ。なんか違うんですよ、あのもうちょっとさ、あの、はい、すごい思うんだけど、はい、リスキーなことやりすぎじゃないですか。いやいや、あの本当に本人たちはそこですごい迷ったのは実際あるんですよ、うん、ここでダブルダッチ入れて本当に大丈夫かどうか、はい、その代わり彼らは過去にいろんな多分その土台経験をしてきた、うんうんうん、のがあるので、ダブルダッチもお手の物。これをチョイスする時点で、もう結構な勝負をね、しに来てるっていうことですよ。普通の、まあ普通のちゃんと考えるジャッジだったら、そこを評価して点数を入れるべきだと思うんですよ。そこをまあちゃんと見てるかどうかの部分もあると思います。本当ちょっと細かいと巻き戻すと、タイチのソロも一応注目ポイントですね。まあ、ね、あのまあタイチもかなりハイスキルなチェアの動きをブリッジしながら回る。本当にもう、人間として意味不明な動きをブレイクダンスのオリジナルの技で取り入れてるのも注目していただきます。またあの見る方はですね、はい、そうですね、見てほしいなと思いますけどね、はい、じゃあこのリスキーな動き、リスキーなダブルダッチ、これが成功すればもちろんポイントにつながると思いますので、ね、緊張の、ね、ポイントですよね、はい、はい、じゃあいきましょう。どんな技をしてくるのか楽しみですね。さあここから、はい、ストップ、ちょっと待って、ちょっと、え、普通に飛ぶんじゃないんだ。いやもうそれは当たり前ですよ。俺も D リーグ普通に取れたら、俺が知ってるダブルダッチってこうなんかこう一人ずつピョンピョンって跳ねて抜けてくん。いやそれもあなたもそれも D リーグ5000まで来たらそんな普通に飛んだら突っ込まれますよ、もちろん。もうえ普通にやるだけ難しいんですけど、縄に合わせてやるのはすごく難しいんですよ。なんか本当にこのチームの一体感がないとできなかったムーブってことですよね。できないし、まあ裏話するとはるかちゃんがなんか大学でダブルダッチの講義を受けてるとか、なんかそういう風なもうバックグラウンドまで実はあってですね。でもしかも一発勝負で決めてくる。そうですよ、だから相当ポイントは高いと思うんですよ。エイトロックスやばいね、うん、本当にやばいですよ。はい、じゃあ続きいきましょうか。どうぞお願いします。出ました。待って、ちょっとストップ、ちょっと待って、多いわ、ストップ多いわ。だから人間ってあのここで飛んでるってことでしょ今。あのまあもう B ボーイは本当にクレイジーな、まあいい言い方するとクレイジーな人が多くて、はい、あ、ラビットっていう動き縄でもできんじゃん、これですよ。いやもちろんもちろん、結構ダブルダッチって2本の縄でやってるからテンポ早いんじゃないですか。そうですよ、あのさっきのは結城がこの逆立ちでこう浮くそのウサギのイメージ、はい、ラビットラビットって技なんですけど、はい、これを縄の中でやってみたという企画です。いや待って企画じゃない。もうエイトロックスはパフォーマンス内に企画をいろいろ出してるんですよ、ね、楽しんでるんだ。楽しんでパフォーマンスもちろんもちろん、細かいところで言うとすごい超人的なことやってます。やってますね、本当にこれやばいですね。あ、じゃあちょっと続きいきましょうか。はい、乗っかる多分彼はアクロバットが大変ですね。でこの振りに注目していただきたいんですけど、はい、もうちょっとビバップをちょっとニュアンスとした動きなんですけど、もちろんサーカスも楽しい。真ん中もう一回ちょっとストップしていただいていいですか。はい、
今あれですよね、よく足を持ってジャイアントスイング。そうですね、プロレスの技でありまして、でも今なんか持ってるの手で回してました。手っていうかなんか形がなんか普段のと今のももちろんそのファウンドネーションが持つオリジナリティの技、これは実はですね、はい、先輩がやってた技を今回そうですよね、鉄とあと両スピンができるようになっちゃったの。いやこれはもうこのためにしっかり本人たちは練習いたしました。なんか一回2人ができないかなっていうのを練習見たんですけど、はいはいはい、全然できなかったんですよ最初。そうですそうです、もう1年前2年前とかの話ですけど、はい、めちゃめちゃ完璧じゃないですか。いや完璧だし、そういう見方をすると一番最後もサプライズがありますよ。マジで。じゃあ続きいきましょう。はい、いやーしっかりみんなこうフロアもちゃんと入れた、この特徴的なこれ。おー、ちょっと一回ストップしていただいていいですか、最後の最後に。はい、あの動きも今てっちゃんがやったってことですか。ピエロてっちゃんと上は両スピンが今回チャレンジしております。すごいですね。あれも結構難しくてね。そうですね、一応これ説明するとこのファウンドネーションクルーでこのたけしさんっていう方とこのウィングゼロっていう得意にしてたね、よくこのバトルでやって、これも本当に成功するかどうか本当に本人たちも難しいルート。このニョイボーっていう、名前の、ね、名前の動き、ね、これリスキーな技、わざわざショーケースに入れてくるこの根性で、もうほぼ最後のね、ミスれないところにこれを入れてくるっていうところ。もうあれは本当前日のリハーサルまで本当に本人たち悩みながら練習しました。あ、そうなんだ。これは本当のこと言うとですね、もちろんてっちゃん本当半端ないね。そうですね。だってなんか全然いつからこういうことができるような。いや本当にこれはまあディレクターの一世はもちろん見抜いてこのメンバーを入れたっていう経緯はあるんですけども、ただ僕らもちょっと驚いてて、てっちゃん今回すごい幅広がった、ね、確かに広がりましたね。本当に素晴らしいですね。はい、じゃあ続きも入れようか。はい、もうこれであとは最後までもうフィニッシュで、ね、はい、はい、すごいですね、成功してホッとする両スピンを尻目に、これ三方礼ですね。はい、はい、三方礼もしっかり挨拶を。ここでもアクティングが消えないところですよね。鉄だけちゃんと自分のキャラクターでした。確かにピエロをね、しかも帽子を取ってトゥーグーはバイバイ。一世も実はライオンの、ね、尻尾可愛いってですね。で最後投げキスして、はい、みんな見てるとでバイバイして、あれ、みんないない、いない、あ、みんなっていうねっていう感じでございます。完璧なショーでしたね。うん、このショーを見てどうなんす、正直もドラゴンには単純に、コーセーエイトロックスってブレイクがメインという、そうですね、メインはブレイクダンスチームですよ ね、はい、でブレイクダンスって基本的にやっぱり回ったり、まあ、フットワークしたりトップロックしたりっていうのが もちろんあると思うんですけど、そうですね、なんかそのなんか可能性を覆すというか、なんか今までブレイクダンスっていうイメージをしてた人たちからしたら、はい、なんかこんな表現の仕方があるんだとか、そうですね、多分その可能性の一つをもう本当にコーセーエイトロックスは見せたんじゃないかなって、あ、もうドラゴンの目からそう映りましたか。しかもダブルダッチとか、まあ、他にもスキルな技をいっぱい、ね、うん、入れ込んでっていうことなんで、うん、だいぶこのショーの中に好きなことやってるじゃないですか。そうですね、これはもうコーセーエイトロックス完璧じゃないですか。いやもう本当に B ボーイじゃない方が見ても分かるように、ね、本当に幅広くやってるんです、ね、今回のパフォーマンスはエンターテインメントって幅だけで見るとすごくポイント高いし、いや確かに本当にブレイクダンスっていう幅で見てもすごいスキルフルなことやってるので、うん、このショーケース今回は本当にこうディレクター一世含めみんな頭悩ましてこう打ち出した最高の一本だと思って、ちょっとドラゴンに話聞きたいと思って今日はお呼びさせていただきました。うん、なんか自分もね RAB の活動とかで、まあ、ちょっと一般の人とか、まあ、ブレイクダンス知らない人たちに見せる構成とか結構やってるんですけど、はい、そうですね、だから本当になんかすごいこっちも勉強になったし、はい、やっぱそのトップロックの可能性もそうだしブレイクダンスの可能性の新しい提示を本当にしたんじゃないかなっていうショーケース。いやもうそう言っていただけると多分本人たちも喜びますし、うん、見てる側も楽しいと思います。というわけで、まあ、この D リーグに関しては続いて6戦目、うん、はい、このコーセーエイトロックスが続いてどんなパフォーマンスをしてくるか、3月22日月曜日の7時から、うん、ああ、もうぜひもう、ね、はい、うん、コーセーエイトロックスは今回3番目でございます。でも結構序盤の方で見れるっていうことですね。そうですね。もう普通にコーセーエイトロックスを見ようと思ってつけたら、だいたいいいタイミングで温まったあたりで回ってくると思うので、うん、ぜひ見ていただきたいですし、うん、またこれ他のチームも面白いので、うん、いやそうですよね、ぜひそういう意味でも D リーグを楽しんでいただければと思います。今回の構成のパフォーマンスを得て、うん、次回のパフォーマンスを見て少しでもいいと思ったら、うん、ぜひ構成エイトロックスに1票入れていただければですね。なんすかね、これ普通に1票だけでも僕らとしては何千票も重みになるので、うん、あ、確かにね、すごくありがたいです、ね、D リーグそして構成エイトロックスを皆さん応援よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということでこんなところですかね、はい、そうですね、結構喋りまくったので、はい、次回のまあ配信を楽しみにということ で、ね、うん、終盤そしてドラゴンでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。